よいしょ。はい、というわけでね、今日はね、日本ディアボロ協会の採点規則、こちらをですね、ちょっと読み解いていこうかなということで、競技向けにね、今回ちょっとやるんですけど、観客として楽しむっていうもののバージョンも作りますので、そちらの方もね、ちょっとよかったらね、あのディアボロやんない方も見ていただきたいなと思いますけれども、とまずはですね、上の方から、多分この辺にこう出てると思うんですけど、上の方からちょっと見ていきましょう。ウェブサイトの方から新しいのを見て全部読んでほしいんですけど、まあその中でもまあ重要なポイントっていうのをちょっと紹介していこうかなと。まあ定期的にね変わってるんで難しいとこではありますが、最初の方の序章あたりはまあいいかなと思いますが、ディアボロの競技は大きく、まあ、オーバーオールクラスとスペシャリストクラスとチャレンジクラス、この3つがあります。これは競技向けと言いつつも、と上の2つは結構競技要素が非常に強いんですけれども、もうめちゃめちゃ練習してる人たちですけどね、はい、チャレンジクラスあたりは割と気軽に参加できるので、まあ、ぜひしていただきたいなとは思いますけれども、その中でもオーバーオールクラス、まあ、要するにね、総合的な部門ですよね。演出とかまでちゃんと考えなきゃいけない、まずはですね、年齢性別によって分かれてはいるんですけれども、まあこれはもう見たまんまですね。あと団体部門っていうのもありますが、まあこちらはね、いまだにあまり人気がないので、もうちょっとね参加してほしいなって思いますけど俺も参加してた頃あるからね。出てた ね、出てましたね。やっぱり海外勢がね、ここには力入れてる感じがしますね、日本人よりは。まあ演技スペースとかもね、実は決まってますので、意識してもらえるともしかしたらいい演技ができるかも。特に、まあ、この後出てきますけど、演技構成とか演出的な話の時に、あのそこをうまく使えるのかっていうのは割と重要なのかもしれない、うん、逆に狭く使うとかっていうのもありますけど、はいはい。まあ、道具の制限っていうのはありますね。まあ、体育館とかね、まあ、これは普通に単純なモラルの話になっちゃいますけど、うん、普通に練習してる場所でもそうですけど、床を傷つけないようにね、ちゃんと道具をセットアップしてくるということは大事ですね、うん。競技の観点で言うんであれば、下に棒が引いてありますけど、最初に演技スペースに持ち込んだ道具以外の利用は不可ということで、まあ、自分で準備をちゃんと予備までしておくことということですね。外から補給物資が来るとは考えてはいけないってことですね。はい。だから自分で最初から準備ちゃんとしておきましょうということです。まあ、万が一失敗してしまった時とかに、まあ、ディアボロが遠くへ飛んでちゃったとかって時に、まあ、なるべくね、時間を有効活用したいですから、予備を置いておきましょうと、そういう話ですね。楽曲の時間はオーバーオールクラスはですけど3分から5分、これはもう大事、短すぎてもダメだし長すぎてもダメだし、うん、でこれまた難しいんだけど、この後出てくる難易度のね観点とかの時に、うん、まあ、技がもちろん多ければ多いほど演技の内容は難しくなるわけだから、うん、5分の中にたくさん詰め込んでる方が、まあ、難易度的には有利かもしれない。そうね、とかね、うん、まあ、多彩性とかもねありますけど、多彩性もでも自分の持ってるバリエーションとのこの兼ね合いとかも考えなきゃいけない。まあでも、はい、まあ、行動動作、まあ、これはもう完全モラルの話なんで、ここは読み飛ばしますが、次、演技順、まあ、演技順は参加者が多くなってくるとバラバラになってくる、出力差があまりに離れたのがこう、あ、いろんなね、そうね、出てきちゃうと、いろんな難易度がね、まあ、審査がすごく難しくなるから、うんうん、ある程度ラインをこうね統一、うん、固めておきたいっていうところから生まれてますね、うん、はいはいはい。人数が少なければ別にいいんですけど、うん、まあ、これは選手にとってはあんま関係ない話なのかなと思いますが、こういう制度もありますと、うん、でここからが重要なんですよ。ここからが重要、これ採点項目ですよ、うん、来ましたね。はい、じゃあいきましょうか。じゃあ一番上から難易度点ね、まずは。はい、でこれはまあ要するに技におけるまあ難易度であったり、その数ですね、要するに演技全体における技のまあ難易度の総数というか、うん、っていう感じで思ってくれていいと思います。アベレージではないです。だから、うん、簡単な技でもたくさんやるっていうのはすごく難しいことだし、うん、難しい技1個だけ決めきるっていうのはまたちょっと難易度的にそれを数も考慮しますよって話ですね。だから演技時間も関係あるし、うん、まあ、もちろん難易度ってさ人それぞれなわけよ、うん、そうだね、もちろん練習量とかさ、うん、センスとかにもよるわけなんですけど、まあ、そこはジャッジの人にお任せという、うん、文句はなしということですね、うん、はい、伝わりにくい可能性もあるけど、まあでもジャッジはそれのスペシャリストたちなので、うん、みんなねいっぱい見てるんでね、うん、信頼してください、はい、なんだろう、難易度点を例えば稼ぐ方法としては、うん、でもやっぱりねその難しい技が最初の方にあって、うん、最後の方グダーってなるっていうよりは難易度の高い技はちょいちょい出してくるとか、うんうん、そういう感じにする方が俺はいいのかなって気はするかな、うん、まあなんか抑揚が出てるよ ね、でその中でも例えば、うん、中途の時間にただ加速動作を同じ加速ばっかりしてるとかよりは、うん、インテグラル系みたいななんか常に変化のあるような技を簡単であろうがやってるっていう方が難易度点は上がりますね、うん、明らかにこれは、う
何取ってどうやって稼ぐ？質と量。質と量ね。結局。まあ、結局質と量なんだよね。だからどっちかが多くてどっちかがダメでも、両方両立できるのが、まあでも実際トップに行くと大体そんな感じになってくるかな。リスク管理との兼ね合いもあるし、ね。そうそうそう。もちろん技やればやるほどリスク出てくるから、もちろん落とせばっていうか失敗すると減点なんで。うん、まああとそうだね。まあこれは減点の時の話になっちゃうけど、失敗しやすい技の中にも失敗の種類があるから、例えばスプリンクラーみたいな技で失敗するのって、絡まって交換してみたいな時間がかかるミスもありえるから、うんうんうん、そういうのはちょっと考慮して、難易度的には変わらないから、そういうのってあんまり、うんうん、そこは難易度には考慮されない。あ、その失敗後のリスク管理は難易度点には考慮されないから、うん、ちょっとそこは考えた方がいいかもしれない、うんうん、はい。じゃあ次、多彩性。まあこれオーバーオールクラスなんで、例えばだけど、うん、バンディアボロだけめっちゃ強いとか、その中でもインテグラルだけめっちゃ強いとか、うん、そこに特化して5分のうち4分ぐらいそこに持っていくとか、うん、ってやるとそこは伸びないし、うん、逆に1分ずつ違うジャンルの技をどんどん入れていけば、この多彩性に関しては項目の得点が上がるという感じですかね、うんうん、まあ難しいところですけどね、自分の得意分野がこうたくさんあるのかっていう、うん、だから得意なところで攻めるっていうのもありだし、だけど、うん、そうすればもしかしたら難易度点は伸びるかもしれないし、操作安定も伸びるかもしれないけど、まあ、多彩性に関してはちょっと伸びにくいかもだっていうところかな、うん、バランスね、考えてね。まあ、あとはなんだろう、2リアボロのフィードザさん、3リアボロのフィードザさんが極端に多いってパターンも伸びにくいかなとは思いますね、うん、系統として一緒なので。はい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 、なるほどね、うん、そうそう、うん、あ、1ディアボロのイノベーション系と2ディアボロのイノベーション系が得意、うんうん、まあもちろんそれはね、イノベーション系が得意ってことであればありえるんだけど、うん、ワンディアとツーディア同じ感じでやると、まあ多少伸びにくいとかそういうのはあるのかもしれないですね。まあ印象なので、うん、はい、はい、じゃあ次、操作安定。まあ、ここはもう見たままですけど、はい、まあ、よくあるじゃないですか、なんか失敗をするかどうかとは別に安定感みたいなね、うん、そういう考え方、余裕があるというか、うん、その技に対して、うん、例えば足元がドタバタしてるとかだったら、まあ、結果的に操作安定には伸びにくいかなと思いますね、うん、実際に失敗するかどうかとはまた別の話ですね、うん、これは、まあ、足元がしっかりしてるっていうのは意図して動かしてるわけじゃなくて、ディアボロに振り回されてるからね、こういうことは、操作安定には関わってきますね、うん、低くなっちゃう、うん、はい。じゃあ次、新規性。まあ、これは将来における発展を伴うと思われる、まあ、新しい技コンビネーションみたいなことが書いてありますが、まあ、すごく難しい項目だけど、うん、まあ、意外とね、ジャッジって分かるんだよね、こういうのね。そうね、うん、これはね、観客向けには言えない、分かんない話かもしれないけど、例えば簡単な技でも、まあ、こういう小さなところであっても、うん、と今後のこと考えたら、あ、こういう考え方があったのかっていう発見、うん、そういうところに対して評価をしたいっていう項目ですね、うんうんうん。まあ、すごく見つけるのは難しいけど、抜け目というか、まあ、点数の配分もね、あんまり高くはないんだけど、うん、ぜひ意識して、うん、もしそういう技をね、練習中に見つけたら、ぜひ積極的に使ってほしいなと思います。うん、まあ、僕個人的にはね、なんかこの辺は、スタート技とかフィニッシュ技がね、すごく大きく関わってきたりするかな。うん、個人的には、まあ、スタート技、ここ最近結構おもろいのはあるのかなっていう。はい、で、演技構成点ね。まあ、これもなんか悩む人多いんじゃないかなと思いますけど、まあ、演技構成もでも点数配分としてはそこまで高いというわけではないんですが、割とここで順位が決まったり結構するかなっていう感じはしますね。極端に離れたりする。これは楽曲、衣装、技の順序、起承転結とかね、まあいろいろ書いてありますけど、楽曲っていうのは要するに自分がいかにノリノリになれるのかっていうのもすごい重要ですけど、結果的なこのパッケージとして、うん、演技としてナンバーがこう綺麗にまとまるかっていうのは自分のノリみたいのもあるから、うん、それが自分が上がるのかっていう意味で楽曲を選ぶっていうのはすごい重要なことなんですけど、うん、まあそれ以外にもやっぱりね、競技シーンとはいえ、うん、まあ、いろんな人に見てほしいわけですよ、こと、ね、ね、協会としては、うん、いろんな人に見てほしい、うん、そういう意味ではやっぱりエンターテインメント性みたいなものが欲しい、うん、だから技の羅列ではなく、うん、その技にも順番があって、うん、さっきの多様性にもちょっと関わってくるけど、同じ技がドーンってあってドーンってある、まあこれも全然いいですけど、うん、これがこう順番に切り替わっていくっていうのも一つの演出の方法だし、うん、まあ、あとはやっぱりあの俺は結構気をつけてるというか気をつけてた、うんうん、いわゆる現役時代に、はい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 、気をつけてましたけど、ワンディアボーか2ディアボーに行くときに、例えば1回ディアボー止めて2つに、うん、2つのディアボロをロケットスタートとかで始めるっていうの方法もありますけど、うん、それってちょっと時間の無駄だなって思っちゃうから、うん、
なんかそこを別の方法で解決するとかね、しかも技も入れる、はいはいはい、技として1ディアボロから2ディアボロに持っていく、うん、みたいなのは演技構成としてはすごく評価が高いし、例えば2ディアボロでそのまま3ディアボロに入るときに、まあ、ホバーみたいなそのまま入るのか、うん、1回止めるのかみたいなのもありますよね、うん、ディアボロをどこに置いておくかによっても割と違うのかなって気はします、はいはい、まあ、あとはそうだな、自分の最も得意な技はやっぱり最後に持ってくるとね、さっきの難易度点の話にもかかってきますけど、うん、演技構成の中にも思いっきりかかってきますね、うん、まあ、逆に言うとリスクのある技で、一番最後失敗しちゃうっていうのもまあありえるので、うん、一番最後はやっぱりしっかり決めれるかつ難易度の高い技あたりを持ってくる、まあ、これがベストなんですけど、うん、でもその中でもやっぱ挑戦が仮に1回できる2回できるっていう状況を作った状態で演技を作るのか、うん、それともラスト1回これしかチャンスがない状況で技を入れるのかみたいなのもありますよね、音楽のなんか流れみたいのとか、はい、まあ、その辺も考慮しての話ですよね、演技構成って、うん、その辺がなんかあうまくできてるなーってこうジャッジに思わせたらここ上がると、いますからねこういうのね、そうね、うん、トップ8とかはいつもこんな感じかなって感じが、やっぱでもこれ慣れかな、うん、ある程度ねこうテンプレみたいなのがあるから、あの、うん、初心者の人とかはそこをね、うん、狙ってくれるといいかなと、うん、あの参考にしてくれるといいと思います、あの、うん、上手い人たちの基礎点っていうのがあって、まあ、ちょっと多彩性に近いものもあるんですけれども、これはもう具体的に決められてて、うん、もう1ディアボロの水平軸垂直軸プラス2ディアボロ3ディアボロ以上、今だったら4、5あるかもしれない、うん、まあ、この辺の4つの項目を、ちゃんと満たしているかどうかってことですね、はい、要するにできないジャンルがあってはいけませんよと、あ、まあ、いけませんよっていうかこれオーバーオールクラスだけなんですけど、そういうことになってます。だから、うん、ここで重要なのはちゃんと普通にできるんだったらいいんだけど、一番ありがちに怖いのは3ディアボロ以上の項目、これを稼ぐために何がダメかっていうと、1個回してここでストールして、1個回してここでストールして、1個回してストールしてっていうのはこれに当てはまんないので、うん、技をしたことにならないから、うん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 、要素としてダメですと、うん、まあ、それだけ分かってくればいいかな、うん、3ディアボロウィンド見るだけでもダメ、うん、1個は技をしなきゃいけない、うん、っていう感じです。難しいけどね、レベル高いよね、うん、で同調精度点、これは、団体のみの項目ですね。要するに、まあ、何を言いたいかっていうと、団体、まあ、5人ぐらいでやってるのに1人だけめっちゃうまいから、なんかその人だけ真ん中に置いてその人とかばっかり技やるとかだったらあんまり上がってこないのかなっていう項目ですね。だから、うん、せっかく団体でやるんだったら団体らしいことしましょうと、うん、まあ、その中でもまあおそらく、まあ、これはジャッジのね、まあ、の人それぞれなんで難しいところではあるんですけど、例えば順番に1人ずつ技をやっていくの中でも、例えばそれに関連性を持たせるとかだったらまたちょっと話が、同調性はもしかしたら上がるかもしれない。もっと上がることで言うなら、例えばシンクロして全員で同じことやるとか、はい、っていうのもある。だけどやっぱり一番、評価が高いであろうと思われるのはやっぱりディアボロが、まあ、パッシングであったりとか、うん、本当にチームじゃなきゃできないことですよね、うん、いわゆる紐長いやつ使うとかね、うん、そういうのがこの辺に関わってくるのかなと、うん、まあ、せっかく5人いるんだったら5人でやりましょうということですね、うん、2人でやるんじゃなくて、実施原点というのがありますね、はい、実施原点は演技中におけるミスです。例えばオールスティックリリース系やって、まあ、スティックリリース系やってスティックをキャッチしなきゃいけないところを紐をキャッチしてしまってブラブラってなるのも原点になりますね、うん、いわゆるクリッカー方式って言ってクリッカーでパコパコって、うん、あの前見ながらねカウントできるようにこうやってやってるんですけど、それの、配分はクラスごとによって変わるんですけど、まあ、そのクリックの要素によって、かける何みたいな感じで増えていくという感じです。例えば、ドロップがパコーンって落ちちゃったら、まあ、それのコントロールミスよりはクリックされる数は増えるし、うん、復活まで時間がかかるような状況だとどんどん加算されていきます、うん、加算というか、まあ、減点が加算されていくっていうなんか不思議な表現なんかどんどん減点が大きくなっていくって感じ、うんうん、特別減点っていうのがあって、演技スペースからね、まあ、両足がってことで、まあ、要するに大きく出ちゃった時ですね。そういう時に、まあ、準備をちゃんとしてればねそういうことは起きないと思うんだけど、仕方なく出てしまったりすると、まあ、3点の減点、3点の減点相当でかいからね順位、まあ、状況によるけど、うん、上位陣だったら 2,3 どころで済まないぐらい下がるか、うん、変わるかな、はい、というわけで、まあ、その下のね配点についてっていうところはさっき言った項目が部門ごとによって配点が違いますよってことですね。で審査員は、まあ、一審と二審っていうのがいて、分かりやすく言うなら一審は基礎点と特別減点以外をやりますと、で二審は基礎点と特別減点だけやりますと、まあ、一審の方が重要で大事なことをやってるって感じですかね。第2章になると思うんですけど、スペシャリストクラスとさっきの話の難易度のところとかは一緒なので、配点が違うってところが大事です。
かつとこの 2.1 構成部門ってとこですね、読んでもらえればわかるんですけど、男子のワンディアボロ水平軸部門で、これは固定ですね、固定軸を使った部門、そして、これの、ベアリング軸を使った部門で、さらに、垂直軸部門、これは、固定ベアリングあんま関係ないですね、垂直軸ってだから普段こうやって回ってるのがこう回るタイプのやつね。まあ一応ここに書いてあるけど、45度までが許容範囲ってなってるので、と垂直軸部門に出ておきながらこの状態で技してると一切加点はされません逆に水平軸でこういう感じの技やっても加点はされない、減点はされるけどね。45度以内であれば、そうそうそう、こんな感じだから、まあ要するに完璧に傾き、90度ぴったりじゃなきゃダメとかではないってことですね、多少の誤差は許されますよみたいな感じです。まあ、でもこの状態でやりたい技なんてあんまないから、まあそういう技もあるけどね、どっちだよっつってで女子のワンディアボロ部門、これは女子は、そのさっき出てた上の3つ複合ですね、で2ディアボロ部門、これは固定軸とベアリング軸両方ありますね。2ディアボロの固定軸部門とベアリング軸部門っていうのがあって、まあ、これもねやっぱね技のタイプが違うから、ジャンルを分けてるって感じですね。で最後3ディアボロ部門、はいはい、という感じです。まあ、演技スペースはね、さっきと実はちょっと違うんだよね。ちょっと狭いんだよね。そう、ちょっと狭い。まあ、狭いんだなぐらいで、全然いいんですけど。オーバーオールクラスとの違いのあたりをね、ちょっと説明していこうかなと思いますけど。2.4、楽曲演技時間のあたりかな。まあ、最短演技時間は1分、最長で2分。まあ、これはもう大体2分やるでしょ、みんな。1分で出し切ることはちょっと難しいかなっていう感じがしますね。まあ、あとは大体一緒なんですが、得点の配分が全然違いますね。こっちは難易度点にもう思いっきり、重きを置いているというか、はいはい、そういう配分になってますね。で全部さっき言った部門、ワンディアボロ、ツーディアボロみたいなのが全部、配分が一緒ということですね。45、15、30、10と、まあ、ここに出てると思いますけど、じゃあ最後にチャレンジクラスっていうのが第3章にあるんですけど、これは最初にちょっと触れた話なんですが、割と、初心者の方でも挑戦できるということですね、楽しい部分だね。そうだね、楽しいかどうか分かんない結構しんどかったりするから楽しいかどうか分かんない。まあでもその男子ワンディアボロ足回り部門とか、女子ワンディアボロ足回り部門、要するに数を競うと、ある一定の時間で何回足の回りができましたか、何回縄跳びができましたかと、そういうことですね、年齢別にしかも区切られてるから、年取って体力が若い子らには負けるわーってなっても、年取った人同士で頑張れるから、そうそうそう、若い子たちはちびっ子たちでそのランキングができてるので、それ1分間で足の周りだと1分間で193回これで、中学生か高校生ぐらいでね、あの若い子のやつ、で縄跳びとかだと82回とかですね、ちなみに女の子だと足の周り131回とかって感じになってますね。あとペアパス、これ結構いろいろやってほしいんだけどね。あ、ペアパスはね、1分間で89回っていうのが今の日本記録、で、この一番最後にあるはず、そうですね、フォーディアボロロー部門、これは日本記録が今のところ190ですね、3回しかチャレンジできないから、失敗許されないって感じかな。というわけで、まあ、こんな感じでね、簡単に説明してきたんですけれども、まあ本当はちゃんとね、あの隅か隅はこうやってなるほどなるほどっつってこれ読んでほしいんですけどまあ分かりやすくね、言葉の方が分かりやすいと思うんで、簡単な概要としての説明を今日はちょっとしたんで、ちょっと参考にね、演技動画作ってもらったら、もしかしたらちょっと点数アップが見込めるのかなと思います。はい、以上。はい、というわけで日本ディアボロ協会はですね、このね中でもいろいろイベントをね頑張ろうとね今しておりますのでね、応援動画チェックとかをねしてもらうためにも、チャンネル登録もよし、よかったら高評価とかねしてもらって、 SNS でまあ皆さんのね大好きな Twitter でこう拡散していただけるとありがたいですね。そうだね、撮ってる回がありますから、どんどんね、プラスアルファはもうちょっとみんなの点数も伸びるかもしれないから、今後のこともあるんでよろしくお願いします。はい、